猫自慢登場のニャンコたち。アメリカンショートヘアのキキ、1歳の男の子です。キキの先輩は3匹の柴犬たち。よし、ワンコのようなニャンコに成長しました。ひじき、めかぶ、もずくの3匹は多頭飼い飼育の崩壊現場から救われた保護猫たち。猫付きシェアハウスボロニャ大阪京橋で暮らしています。入居者に世話をしてもらいながらのんびり過ごす3匹です。陶芸教室の看板猫ムース、エキゾチックショートヘアの男の子です。上向きに跳ねた太いひげが自慢のムース。ムースに会うため教室を訪れる人も多いといいます。まさに招き猫。ブリティッシュショートヘアのエースとミックスのダイヤ。1歳のダイヤは保護団体の里親募集で出会いました。保護される前はゴミを食べ飢えをしのいでいたというダイヤですが、年上のエースに心を開き天真爛漫なニャンコに成長。いつも飼い主さんにミャーミャー話しかけてきます。そして長崎のニャンコたちも登場。猫専門の写真家沖正幸さんが生き生きとした町の猫たちを撮影。どの猫も魅力的な姿を見せてくれました。